レッドブルとコーヒーはどっちが体にいいのかね、私考えてたんですよ。でも結局わかんなかったんですよね。つまり毎日交互に飲むことにしました。というわけで皆さんどうもこんにちは。うんこの世話をしていきたいと思います。まあ、皆さんね、多分ペットはね飼ってると思う、飼ってる方が非常に多くいると思うんですけど、うんこ飼ってる人いますかと。いませんよね。もう見てください皆さん、これもうとんでもないゲームでしょ。これもう見つけた瞬間これやんないとダメだと、これはもう俺のチャンネルにふさわしいと思ったんですよね。ちょっとこれ多分ね日本語に対応してはなくて、なんかね多分たまごっちみたいな感じだと思うんだけど、もう目が充血してるうんこがあるんですよね。でちょっとこれはね、世界初のうんこをペットにした男として歴史に残りたいのでやりたいんだけど、見てこれ。なんかね、食料と、多分、これ健康値みたいのと、あと、喜びと、なんか、よくわかんないのがあるんだけど、あ、え？目がすごい充血だよ。どうなってんのこれ。あ、それ、いけるんだ。あ、外にはいけないと。で、リビングもあって、なんか足生えてんな、今思ったけど。なんか、普通のおっさんの足っぽくない？なんか。あ、で、シャワーとか、ゲームとかもできると。これなんだこれ。あ、餌をあげれるってこと？で、お金がちょっと餌あげてみる、ちょっと。初の餌。うんこに。うんこって何食べんの？え、なんか、何これ !10 万円のなんか、やばい薬あんだけど。ま、とりあえずリンゴあげてみる。お、持ってる持ってる持ってる。なんだこいつ！化け物うんこや。お、食べた。食べたんだけど。だから普通にあげれるってことね。バナーナはどうですか皆さんね。バナーナ。バナーナ好きかい？バナーナも好きと。まあまあ、ちょっと待って。じゃあ、これあれか。お金を貯めて、なんか買えるようになるとね。これなんかゲームゾーンだから、やってみろ、これゲーム。とりあえず。プラピー RTX。なん、もう読めないから、もう読めなきゃ。なんだこれ。プラピー RTX。ああ！おめえ！あ、これ、あれか！あの、うんこが空飛んでんだけど、しかもなんか足がプロペラみたいになってんだけど、あ、これあれだ、プラッピーバードみたいな感じで、お前、うんこを飛ばして、すごくない？うまくない？これちょっと面白いんだけど、ちょっと、まず、あ、でもこれでコイン稼げるね。分かってきたと皆さんね。ちょっともう一回だけやりたいね。ちょっといきなりすぎてね、ちょっと皆さん展開がすごすぎて追いついてこれてない方もいると思うんですけど、安心してください。俺もよく分かってないとね。でもそこをみんなの力で耐え抜いていくと、我々はファミリーだとね。というわけで、うんこ飛んでるのを見ながらチャンネル登録をしてって。死んだ。はい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 。お、見て、めっちゃ喜んでんだけど。喜びゲージマックス。待って、もう一個な、これは何、これは何これ。お、すごい動ける、うんこ。あ、なるほどね。え、これ俺得意かもしれない。見てください、驚異的なジャンプ力。あ、死んだ。暇やね。オッケーオッケー。とりあえず、ま、ゲームもしてね、楽しいんだとね。見てください、この楽しそうな顔ね。で、ちょっとお腹が減って、この、なんかこの健康、これ何なんだろうね。これの上げ方わかんないけど、お風呂入れてあげます。やっぱうんちって汚いからね。もしかしたらうんちを風呂で洗うことこそが、逆転の発想かもしれない。皆さん、体が汚いとお風呂入りますよね。ということで、うんこは汚いと。つまり、うんこを洗えば綺麗になると。ということなんですよ。あ、なんか、ちょっと待って。これが上がった、このゲージが。え？ベッド待った。寝室待った。洗うか、ソープで。お！おー、すごい！あれが、あの、プラスゲージが上がってきた。え、なんか足がめちゃくちゃ綺麗になったんだけど、見て。美脚？あ、ちょっと綺麗になった、うんこ。見てください、この美脚。俺と一緒だ。俺の足もめっちゃ綺麗ですよ。まあ、自分で言うのもあれなんですけど、足めっちゃ綺麗ですよ。ちょっと色変わった？わかんないんだけど、あんま覚えてないんだけど。前の色を、うんこの。じゃあちょっと寝ますか。もう遊んだ。ご飯も食べた。風呂も入った。もう寝るしかないと。お。え、怖っ。何これ。あ、着いた。ね、すぐ回復できんのね。ってことはもう、え、なんかこれ、なんか怒んのか。これハンバーガーあげてみる。1000円使って買ったこの高級ハンバーガー。お、待って、これ全部マックスにいけそう。高級ハンバーガーよ。あ、もう別の買えばよかったな。マックスになった、全部。やばいって、やばいって。なんだこれ、なんか起きんのか。めちゃくちゃ掃除してんだけど、うんこ溶けないのかこいつ。普通溶けるくね、うんこって。やっぱちょっとあれだよね、気になるのはこれじゃない、これ。この
変なよくわからない毒薬みたいの、明らかにおかしいぞこれ。ただお金が圧倒的に足りないというわけで、これ課金するしかないね。課金じゃないわ、これですよ。これで10万稼ぐとね、プロペラうんこでゴー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 、ううゲップ出そう。お前最長記録、世界最高記録、おらー。これかける2個もらえるってこと？お、16個になった。え、嘘でしょ、これめちゃくちゃさ大変じゃない、これ100、1000コイン集めんの。ただお前、ノーノー、お前全然足りねえんだけど。え、待って、ちょっと待って、皆さんこれ落ちたのね、これなんか出てきたのよ。これワンチャン広告見たらもらえるかもしれない、伝説の薬よ。んじゃない？え、手に入った。え？え？違う、あれ？ 100？ あ、広告見るたびにこれ100コインもらえるんだ。まあ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 、まあわかったわ、100コインね。だからちょっとこれでもうちょっとだけ稼ぐ。これもうちょっとだけ、これならね、もっといける気がするのよ。これいけるでしょ、普通に。ただちょっとね、これそう、ちょっとね、これなんかね、すごい動くね、このうんこ。すごい動くよ、こいつ。これならいける、いけそうな気がするけどね。これもう30メートル来た。もうこれ30コインってこと？これ何コイン？うわ、おう、おー、ほらほらほら見て、もうや、おお、うますぎだよ俺、うんこ跳ねさせんの。お前見てください、これこのプライスキル、もう 100m 行ったんだけど、これ無限に行けるかもしんない俺。ノー、え、50は、これちょっと思ってて入んないね、コインね、半分しか入んない。だから 200m 行っても、え、もう4分の1しか入んないのか。 200m さっき行ったのに50コインしか入んなかったぞ。おかしいって、これおかしいですよね。そんなのありますかと、詐欺ですよ、うんこ詐欺、うんこ詐欺。バチバチクソうまいと思うんだけど、うんこならぬバチクソ。ほらもう 220m よ、さっきのもう余裕で超えてきたと。感覚なんですよね、こういうゲーム、こういうゲームはもう感覚なんですよ。研ぎ澄まされた瞬間覚醒すると。おお、これ 1000m 行ったら200コインもらえるってことだよね。うんごー、まあ200コイン入った、200コイン入った。400、もうダメだ、もうこれダメだ、もうこれダメだ、もうこんなうんちのためにやってらんないわと。かわいそうだけど、これ見るしかない。ここカット、5回。これ何見せられてんだ俺何を見せられてんだ。もうでも見てください、もう990コインいったというわけで、あと1回だけこのフラピーうんこをやって飛べ、うんこ。お前なら空を飛べると俺は信じてたと。ノー、来た、見てください、1010コイン貯めたというわけで、買っちゃいますよ。これやば、これもう、そ、やばいでしょ、これ。明らかにおかしいもんね。おぉ、ちょっと楽しいじゃない。え、もうあげちゃうよ。うわ、大丈夫か、お前、ほんとに。やばい薬の可能性あるぞ。もう行きます、とりあえず。1000コインに買った、よくわかんない、やばそうな薬、飲ますと。なんかめっちゃ揺れ、どう、なんて書いてあるのこれ。死んだってこと、うんこが。え、どういうこと。え、なんか、ちょっと待って、なんて読むのこれ。Google 翻訳、Google 翻訳。待って、足で殺したって出たんだけど、意味が。ま、殺したってこと俺、うんこ。やだね。え、もう何もできないんだけど。え、どうなの、え、何もできないのもう。なんか爆発したんだけど、うんこ。詰まって、なんか再起動したら、目めちゃくちゃガン決まりなんだけど。え？見て、え、目こんな赤くなかったよね。なんで目こんな赤いの？シャワーか？目こすれ、目こすれ。え、なんか変わってきたってこと？寝たら治る？もうやばい、治んない。え、待って、これ薬何回かあげないとダメみたいなこと？リンゴあげてみる、リンゴあげろ。Oh no! 目が真っ赤のまんまなんだけど。え、またこれ薬飲ます感じかな？いや、また1000円すんだけど。いや、あ、待って、パソコンあったっけ、こんなとこに。あったか。やるしかないでしょ、ここまで来たら。2回目の、よくわかんない、殺す薬飲ませると、どうなるのか。OK、皆さん来ました。また、1000コイン貯めたんですけど、で、これちょっと、買ってあげようと思ってるんだけど、その前にちょっとうんこしたいので、トイレ行っていきます。
OK です。皆さんすっきりして戻ってきたというわけで購入していきますよ。2度目の毒うんこを殺す GO。 一緒、目ん玉赤くなったのに、まさかの、こんなことある？なんで、なんか踊ってんのか、なんかすごい、めちゃくちゃ揺れてんだけど、この世界が壊れたのか、うんこがいなくなったことによって。おかしいってこれ、俺まただ、何も変わってない。 OK です皆さん、もうね正直もう何回目か分かんないけど、めちゃくちゃ薬あげてました。でもうちょっと上げすぎたんで、これでもし何も起こんなかったら、一回このアプリ消してもう一回入れる。ずっと目が充血してて、なんかこのうんこ変なんですよ。ほら、またこうなる。絶対爆発するんですよ。絶対爆発するのよ、このうんこ。なんかおかしいんだよね。何かあると思うのよ。絶対に。あの薬あげると毎回爆発するっていうね。来てよ、皆さん。戻った！目充血してない。なんだったんだ？不気味だな、今更だけど。ずっと見てんのよ、こっち。口の位置おかしいし。絶対裏エンディングあるよね。あんな目赤くなってんだから。裏エンディング、裏エンディング。よし、皆さん、ちょっと考察しました。今まではね、体調が万全の時に毒の薬を飲ませてたと。このうんこに。だから今見て、ほら。もうほぼ、何もやってない。何もやってない状況の時に、飲ませると、まあまあまあ死ぬと。で、爆発するとね、これはわかるんですけど、この後ですよ。変わると俺は思う。ノー、何も変わんねえんだけど、こいつなんなん、お前、石鹸、見て見てこれ、皆さん見てこれ。石鹸のままなんだけど、石鹸ついてやんだこいつ。これどうなる、綺麗なままだぞお前は。ノー、こいつ絶対爆発して終わるんかい。我々のうんこペットは、絶対に爆発する運命だったのかもしれない。なんかあるんかと思ったけど、なんもないのか、本当に。もうずっと寝させよ。というわけで、皆さん、また、さよなら。